今日の話はその相続税の節税、はい、一番美味しい話、美味しい話私たちにとっては、うんうん、相続税をなんとか、まあね、税金払うのは国民の義務ですよ義務ですけれども、はいはいはい、できるだけ、うん、まあ、自分の生活をゆとりに、ね、よくするためには、ね、税金を少なくしたいなと、可能であるのであれば、悪いことしたらダメですけど、うん、法律に従いながら、はい、その仕組みを知っていればいるほど、その節電の仕方っていうのがあるとそうです、ね、いうことを僕はこの1年で学びました、はい、あ、素晴らしい何もしなければただ税金を払わなければならないと、はい、でちょっと頑張ればそうですいろんなやり方でその節税できる可能性がある、うん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 、そうすると少しでもね、うん、自分の、子や孫たちにその財産を、うん、失わすことがなくやれるんじゃないかということで、うん、そのやり方でまずはいくつかの方法があるんですよね。そうですね、うん、で一応タイトルだけど今 あと1分ある。相続税の節税っていうと、うん、まあ本当に簡単で、うん、あ、まあ、簡単というか、まあ、考え方は、うん、要は財産減らすか債務増やすか、要は純粋な財産を減らせばいいんですよね。死ぬ前に死ぬまでの間に減らしていく、減らして、まあ、もう打ち勝って財産がなかったら当然節税は節税どころじゃない、財産相続する財産がないから相続税もないわけよね。まあそういうことね、まあ、それは簡単ですよね、はいはい、それは一番簡単だけど、うん、一応残したいですね。残したいですよね、うん、だから財産今減らすって言いましたけど、うんうん、まあ、減らすというか、まあ、評価の仕方、うん、要は財産の種類によって、うん、評価を下げるとかいろいろできるわけなんですよ。税金対策としての、はいはい、できるの で一応大まかなやつとしては、うんうんうん、まあ、直接減らすとしたらもう生前贈与ですよね。あ、よくありますね、はい、生前贈与したり、はい、あとは生命保険金、うん、これも非課税っていうのがあって、これも法定相続人の人数かける500万っていうのがあるんです。お、まあ、この分だけは生命保険非課税になります。あ、なるほど、はい、生命保険はまあまあやりやすくないですか、うん、これはもうだいぶやりやすいので、ね、ですよね、やれるならもうやった方がいいと思います。あ、はい、生命保険大きくかけてもいいわけですよね。いいですよ、関係ないわけで、まあ大きくかけてもいいんですけど、うん、要は非課税っていう枠が一応あります。あ、500万円そうそうそうくそなるほどくそって言ったら怒られる。3つとおっしゃってましたので、うん、3つ目は不動産を購入する、うん、おー、よく今テレビとかでも、うん、なんかね、某会社とか土地活動とか言いながら ありますよね、空いてる土地をね、はいはい、こう建物作りましょうとかいう感じで、あるいはまた、不動産をね、購入をするということで、まあ、土地を買ったりとかいろいろあるのは結構ありますけど、うんうんうん、なんか大丈夫なのかなってやっぱちょっと不安要素もありますよね。まあそれ、だってそれはありますよね。実際にですよ、はいはい、まあ、現金だったら、うんうんうん、子供たち何にでも使えるじゃないですか。そうなんです。土地とかだったら別に土地いらんしとか畑とかじいちゃん買っていても誰もやらんよみたいなねえ、いやこれは田中先生がさ土地買った方がいいって言うから買ったんだよこの土地の畑、ああめっちゃくちゃ、サトウキビ作ればいいさ子供たちがみたいなって言われたけど、誰で田中先生ってこんなサトウキビ畑買わせてみたいな、やばいっすねそれ怒られちゃう怒られる。でも本当に不安要素とてもあると思うんですよ。まあもちろんそのお金がなる不動産とかあったらね、うん、そういうことですよ。いいまあね先生が、はい、軍用地を買ってとか、そうですそうです、そういうこと、そういうことですよ。もう何でもかんでも買っちゃダメ、土地を買ってねっていうことではないです。でそのお金があるからそのお金を全部使って、はい、うん、不動産買ってねっていうことでもないです。ないです。そこはちゃんとバランス見ながら、なるほどなるほど、当然お金で残したいものもありますし、うん、まあ余剰があれば、うん、それで土地、いい、ね、土地を買ったりしてもいいんじゃないかなっていうところです。今ちょっと先生が言ってたお金で残した方がいいっていうのはじゃあなどういうものになるんですか。例えばお金残した方がいいっていうのは、うん、例えば相続税の計算をしてみたところ、うんうんうん、税金が出ますよと、うんうんうん、じゃあその納税資金どうしますかっていうと、あ、お金残ってた方がそれで払いますよね。そうか、さっき一番最初に言ってた、はい、相続税はもらってるとか払う。そうです。あ、だから畑とかもらったら
現金は息子が払わないといけないわけですよね、そうですね、もら、はい、畑をもらった人が、はい、でも畑はちょっとじゃあここんだけ売ってから現金にしようということはなかなか難しいですもんね、うん、難しいです、ね、あやりにくいもんね、うんうんうん、ああそうか、その分はじゃああらかじめ財産の評価額で相続税がどれくらいなのか計算して、はい、じゃあトマルあんたにはこの畑あげるから、うん、この相続税はこんだけだよ、だから相続税50万だよとか100万だよとか言ったら、うん、その分は現金で残してあげてる方が、そうですそうです、あ死んだ時に父ちゃんそういうことです、ありがとうね、はい、そういうことです、ああ僕のためにちゃんと100万残して、はい、死んじゃってありがとうございましたみたいなそういうことなっちゃうよね、はい、でもそれがなくて、はい、ただ畑だけあげるよって言われたら、はい、もうまた見てんだ OA ですよね、はいはい、そういうことです、あんた畑もらって、はい、サトウキも作られるのに100万も税金払うといけないさみたいななると厄介、そうです、あーはー、なので事前に、そうそう、事前にその相続税の計算は現状分析ですよね、ですね、それはすごい大事だよ、大事ですね、そういうところです、